イケメン2トップ孫龍の出番だ。もういいです、どうもありがとうございました。来るよ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 。孫龍です、よろしくお願いします。友達が死んだ。突然だなお前。いやこの前葬式があってさ。あ、そうなの。うん、友達の送る手紙みたいに読んでたのよ。あ、ありますね、感動するやつね。それがむっちゃかっこよくて。かっこいいから泣けるやつでしょうが、うん、帰ってきちゃった。帰ってきたの誰に、うん、お前に。俺に、うん、俺死んじゃうの。そう。あ、でもさ、うん、ちょっと変なとこあったらさ、ちょっと訂正してよお前が。自分で。うん、嘘。じゃあ呼んでくださいよ。坂田君、あなたが亡くなってしまって非常に悲しいです。ちょっともういい？どうした？俺さ、暗い雰囲気で始まる葬式って苦手なのよ。本当？最初さ、明るくしてもらいたいから大爆笑してほしいな。あ、大爆笑、うん、明るくして、で、まあ、うん、若者言葉とか入れてほしいんだよ。あの、悲しいですってあるじゃん、うん、鬼つらたんとか言って。鬼つらたん、わかりやすい、うん。もうあなたに会うことができないなんて信じられません。英語使っちゃう。英語使う。信じられませんを英語にしてアンビリバボー。アンビリバボーで、なんかアンビリバボー風に言っちゃう。アンビリバボー風に言 う、うん、なるほど。そんな君の突然の訃報を聞き、うん、まるで自分の片腕をもがれたような気がします。何言ってんだお前。俺も分かんない。なんだそれ、まあ、そういう気分ってこと。あ、そう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 。実際にその場でね、もうもいだほうがいい。もいだほうがいい。今から自分の片腕もいちゃいます。もいちゃいます。グバッ。グバッ。分かりやすい。グバッ、うん。でも私はあなたのお墓の前で泣きません。あー、これ片言で言った方がかっこいいな。片言で言う。泣かないよって。泣かないよ、泣かないよって言っといて、その後泣いちゃうっていうギャップ。あ、なるほど。最後にねって泣いちゃうギャップが感動する。なるほどなるほど。じゃあいける。 OK、 OK、 友人まごし君のお手紙です、どうぞ。坂田君、鬼つらたん、もうあなたに会うことができないなんてアンビリバボー。そんな君の突然の訃報を聞き、今から自分の片腕を揉いでみたいと思います。クバー、クバー、私はあなたのお墓の前で泣かないよ。感動するわ。泣きあるかい。どうもありがとうございました。できたじゃん。ありがとうございました。あ、やっぱこのステージってさすね。めっちゃ緊張してたね。やっぱ緊張はね、何年かかっても取れないってのは分かった。ただちょっと面白かったっすね、途中で触れてたんですよ、なんか緊張バリ腕から伝わってた。共鳴しよう。こうやっててめっちゃここが緊張してるんだよっていうのが、まあ、見るの好きだったけど、やってみるのってなんか抵抗あったけど、まあ、やっていくうちに受けたらさ、面白いの書きたいってまたなるじゃん、うん、だからそれ音楽とか一緒な気がする。つなげた、うん、つながったね。いいこと言った。マイペースな坂田と孫氏のモノマネ、2人の強みが出たネタは手応えありか。めちゃくちゃ受けてましたね。めっちゃ受けてた。そうなの、なんかやってる感じはそこそこ受けてた。ちょめちょ受けてた。頑張ってください。終わったよ。ボケんねん。いいね、いいね。じゃあ行ってきます。絶対する。お疲れした、本当に、うん、ありがとうございます。いい流れ、いい流れ作れた。去年の福岡1回戦を唯一突破した180ズ。意気揚々と浅草に乗り込んだものの、結果は出せず2回戦敗退。今年はリベンジを果たしたい。そんな緊張を隠せない2人の前に、お笑いライブでお世話になった先輩芸人が。すごい朗らかな顔してる。一言だけ言っとくぞ、緊張している。え、温めてやるか。師匠みたいなこと言うなよ。緊張している。ガチガチ。カメラがあるから緊張している。やめちまえ。あくまでも目標は3回戦出場。1回戦でつまずくわけにはいかない。着々と近づいてる。まもなく出番。しかしこの後北田にまさかの悪夢が襲いかかる。